皆さんこんにちは。キャンディーズは当時すごい人気で、まさに人気絶頂での解散でした。普通の女の子に戻りたいという名言を残して彼女たちは解散していきました。でもそれだけ人気があったのに、どうして解散してしまったのでしょうか。不仲だったのでしょうか。そして再結成はどうしてなかったのでしょうか。いろいろな疑問が湧いてきます。ということで今回はキャンディーズの解散にまつわる話と、メンバーだった藤村美貴さんについて深掘りしていきたいと思います。人気絶頂であったキャンディーズは1977年の夏に突然解散を発表しました。伊藤蘭さんが泣きながら「普通の女の子に戻りたい」といった言葉はとても印象的で、当時の流行語にもなり、今でも語り継がれる名言となっています。そして事態は動き、翌日キャンディーズの所属事務所の渡辺プロが緊急記者会見を開いたのです。また7月18日の夜のヒットスタジオへ生出演の際、キャンディーズは改めて謝罪するに至りました。というのも3人は所属事務所の承諾を得ずに解散発表をしたため、渡辺プロには寝耳に水だったため大混乱を招いてしまったと言われています。しかしキャンディーズは事務所と何度も話し合っていたのですが、なかなか認めてもらえずに、あのように強行突破するしかなかったというのが真相のようです。もともと売れても売れなくても3年間と決めており、事務所との契約も1976年9月30日まででした。しかし春一番がヒットしたために契約は1年延長されて1977年9月30日までとなったのです。その後もキャンディーズは事務所との話し合いを何度も持っていたようですが、それでも合意を得られなかったために強行突破に至ったようです。解散宣言を皆の前でしてしまった以上、後戻りはできないということで、ここで再度事務所との話し合いが持たれ、解散はそこからおよそ6ヶ月先送りされることになりました。このあまりにも電撃的で衝撃的な解散発表を行ったために、逆にキャンディーズの人気はそこから急上昇してしまうことになります。そしてラストシングルの「微笑み返し」でオリコン1位を獲得しました。実はこれがキャンディーズにとって最初で最後の1位となりました。このようにそれまでのオリコンでのシングル1位がなかったため、ファンや関係者からの最後はどうしても1位を獲得させたいという応援があったのも事実です。そしていよいよ1978年4月4日、解散コンサートの日がやってきました。後楽園球場には当時としては最大の5万5,000人のファンが集まったのです。これはマスコミに歌謡界史上における最大のショーと言われました。そしてこのコンサートで4年半の活動が終わることになったのです。このコンサートは3日後の4月7日に全国放送され、関東地区では平均視聴率 32.3% という高視聴率を記録しています。そしてこれは単独アーティストによる音楽番組としては歴代1位となっています。ではそれだけの人気を誇っていたキャンディーズですが、どうして解散してしまったのでしょうか。その理由が気になります。昔のアイドルというのは売れれば売れるだけ辛くなる部分があったといいます。それは睡眠時間も遊ぶ時間もほとんどないという、まさに殺人的なスケジュールで働かされていたために、精神的にも肉体的にも限界を感じていたというのが真相のようです。当時のキャンディーズの多忙ぶりを表す例として、1977年のコンサートは全国で80回以上行われています。そしてこの辺りのテレビのレギュラー番組は週3本でした。こういったテレビ番組はリハーサルがあるのでさらに時間を取られます。これ以外にも単発で歌番組に出演していました。さらにラジオのレギュラー番組は週2本ありました。そしてレコード販売に至っても多忙でした。 LP レコードを8枚とシングル EP レコード4枚をレコーディングして発売しています。だから普通の女の子に戻りたいというのも、彼女たちの心理状況を端的に反映した見事な表現だったのかもしれません。解散後もキャンディーズは仲良しだったのでしょうか。これについては基本的には解散後も仲が良かったようです。3人は解散してからも食事会をずっと継続してきたようです。となるとどうして再結成しなかったのかという謎が深まります。これはいろいろな要素があると思います。伊藤蘭さんと田中佳子さんはそれぞれ俳優として成功していました。そして藤村美貴さんは芸能界の仕事をほとんどしておらず、3人の都合も合わなかったのは確かです。でもキャンディーズの再結成ムードも再三あったのは事実です。それでも再結成しなかった理由を、あの音楽評論家の堺雅俊さんは、センターをめぐるプロ意識があったからだと見ています。デビュー当時は田中佳子さんがセンターをやっていたのですが、フィフスシングルの「年下の男の子」から伊藤蘭さんがセンターを取るようになったのです。ただ皮肉にも、この変更と同時にキャンディーズは売れ始めたのです。もし再結成したら、どっちがセンターを取るのかといった部分で、2人の意識の中でせめぎ合いがあったと憶測しています。元メンバーの伊藤蘭さんが2019年に歌手活動を再開して以降、藤村美貴さんへの注目度が急上昇しています。藤村美貴さんは1956年1月15日、東京都世田谷区生まれ、福島県福島市で育ちました。グループは絶頂期の1978年に解散しますが、藤村美貴さんは5年の芸能活動休止を経て、1983年に期間限定でソロ歌手として復帰しています。この時は金儲け商品の CM ソング「夢恋人」をヒットさせ、アルバムをリリースしました。キャンディーズ時代のイメージからガラリと一転して、ロングヘアや妖艶な雰囲気が印象的でした。間もなく藤村美貴さんは結婚しますが、以降は芸能界の表舞台に登場していません。2022年現在は東京都内の一軒家に暮らし、一般の専業主婦として日々を送っているそうです。近隣住民の話によると、今もスレンダーな体型を維持しており、偉ぶることなく、いつも明るく挨拶してくれる感じの良い方とのことです。1983年4月5日に入籍した夫、尾身善一さんは実業家でした。夫については、週刊誌の過去記事には音楽プロダクション企画制作会社社長とありましたが、現在の事業は不明です。過去にはフォーク歌手のコンサートを企画したり、八神純子さんがニューミュージックのアーティストの興行を手掛けたりしていたようです。子供は3人いて、そのうちの1人が舞台女優の尾身みのり。みのりさんは青年座の劇団員で、青年座公演ほか多くの舞台に出演しており、舞台を見た母からアドバイスを受けることもあるのだといいます。藤村美貴さんはカトリックの家庭に生まれ育ち、マリア・ローザの洗礼名を持つクリスチャンです。表舞台から姿を消した後も、敬虔なクリスチャンとしての活動を続けてきました。今も都内の教会で開かれる勉強会に足を運び、奉仕活動にも積極的に取り組んでいるそうです。手話を習ってきた藤村美貴さんは、聴覚が不自由なミサ参加者に神父の説教を手話で伝えることもあるのだそうです。キャンディーズではやや地味なイメージもありましたが、根強いファンが多い藤村美貴さん、普通の女の子に戻りたいという言葉通りに、普通の女性として人生を歩むことを残念に思うファンがいるかもしれませんが、これが藤村美貴さんの選んだ人生なのでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。